あ、違った。始まりました。始まってはた。い。よろしくお願いします。週よろしく刊お願いウしニまです。す。もうで、こいれでわゆる始ますめるんでか、す。YouTube からお送りしています。はい。じゃあ、三好さんからご挨は拶い、お願いしああ、ま三好す。でございます。よろしくお願いしおま願いしす。ます。はい、天童さん。天童はさい、んも。はい、天童です。よろしくお願よろいししくお願いしまます。じゃあ、今日は天童さんが、ツールを交えながら説明をして、まあ今作ってるやつっていうか、まあこれから作ろうとしてるやつをちょっとお話しいただけるということでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、画面共有をあ、見えでまきてす。ますかね。はい。はい。これはどういう画面かというと、ライノセラスの、というソフトの、左の方がライノで、で、右の方がそのライノセラスの機能のグラスホッパーというやつが開いている状況ですね、これは。で、何を作ってるかというと、三好さんと岩井さんの三角定規ぐるぐるをとりあえず再現してみたというああ、のそうなんでが、すか。はへえ。い、今の状況ですね。なるほどね。もうこの、いわゆるこの、あ、何に似てるかな、これ。コードを書くんじゃなくて、こああ、はあ、はあ。う、こんな感じで。ああ、こんなのやったことありますね。待って。一番有名なのは何て言うんだっけ？なんか子供向けのやつありますよね。子供向ああ、け？子ああ、供向け、メガネがどうとか、なんだっけ、あれ。なんか作った人知って猫のる。キャラクターが出てくるやつ。ああ、はあ、はあ。小学校とかでもなんか使われてるっぽい、なんつったかな。作った人は知ってるけど、なんか、なんだっけ。日本人なんですか？日本人が作ったやつを知ってる気がするけど、違うのかな？それはまた別のことを言ってるのかもしれない。わからない。まあ、話がすいません、それちゃいましたけど。はい。はい。で、この、こういじると形が変わるみたいな。ちょっと重いかな。左のああ、本当に。ああ、やすつがごい変わっね。てる。なるほどね。ちょっと重いですね。ちょっとでかくしすぎたので。今こんな感じ。ちょっと軽くするために。おお。画面いくつか見ながらだからどうしてもグダグダになりがちで。ああ、でも、あれですね。なんか似たのは知ってるけど、つまり、いろんな関数の箱があって、それを並べてくっつけていくんですね、そうずっですとね。ね。値を渡しなああ、はあ、はあ。がら。これ、あ、元の、これは、元、俺がいじったまあのでなんだったも、かな。まあでもわかるか、大体。わかる。で、これがどうやってるかっていうと、最初に点を3つ作ってみたいな感じで。じゃあ割と、つまり考え方のまま組んでいく感じなんだそうですね。結構直感的な感じで。な。ああ。まあ、いろんなやり方があると思うんですけど。はい。ここを選択すると、この辺に点が3つ。この緑になっているとかね。この3つを、これはもう座標を数字で書いて、X と Y に突っ込んで点ができるみたいな。
で、これは000が入ってる点。これは010。点が3つできて、で、それをつなげた平面というか面、三角形を、うん、点が3つで三角形ができると。なるほど。で、それの、これを使うと重心が点になるわけですね。うん。三角形の重心がここから出てて。重心を見つける関数があるんだ。そうですね。エリアっていう。これ一個ずつこの箱をコンポーネントって言うんですけど、エリアコンポーネントで重心が出てきて、こっちに面積も出るんですけどね。おお。で、その重心を使って、この場合は、大きな四角形を作っていて、こんな、あ、三角形か。大きな三角形を作っていて、ここに今出てきた緑色の三角形。うん、で、それを、さっき見せたちっちゃい三角形との、和、共通部分。はいはい。共通部分をここで拾ってやって、この2つの図形の共通部分を出して、がこの今緑で囲ってあるとこね。うん。なるほど。で、それをコピーして、コピーして、コピーしてという、これが共栄で、で、これが、天体ショーかな。ポーラーアレイ。うん。うん、そうすると、この時点で六角形になってるのかな。この時点で、この辺の六角形ができて、うん、で、六角形を一つ移動して、六角形二つにして、六角形二つにしたのが、ここか。この二つ、うん。で、やったらそれをあとは、レクタングルアレイつって、その格子状に並べるやつで、その、格子の大きさをここに入れて、で、ここに X と Y の数ですね。ああ、なるほど。が入って、で、最後に色をつけてるという、そんな流れですね。あ、さっきそこの数値を変えたから繰り返し返す。なので結構見直しが楽というか、うん、ある程度整理すれば、まあ、作った人じゃなくても大体伝わりやすいというかね。ああ、なるほど。解読がしやすい。なぜ2個にしてから並べたのかというと、1個の状態で並べるとひし形っぽい感じになっちゃうからかな。ん、いや、2個コピーして格子に並べたのが1個で格子にしちゃうと、そうそう、ひし形のもできんのかな。まあ、やり慣れてる方法が、その、直方体、長方形。長方形で。そっか。まあ、X。多分これ長方形しか入んないかな、ここには。その、格子状の。うん。じゃあ、X と Y とで、こう、エコ移動と。そう。うん。うん、という感じでございます。ああ、なるほど。はい。は
でこれで、まあ、完コピが一旦できたとして、その後の発展として何を考えているかというと、これを平面から球面にしようかなと思ってて、お例えば球面を、正四面体上に分けて、球面を正三角形4枚に分けて、うん、でその正三角形の中にこの直角に直角三角形三角定理を6枚か、うん、貼り付けて、なるほど、どんな見た目になるかな。あーはーはー、正四面体風な球面ってことね。うん、そうですね。あーはーはー、正四面体の対称性をもとにして、であんまりカクカクしてるのより球面の方が見やすいかなと思って。うん、面白いですね。いや、球の中に正四面体を置いて投影したようなものですね。うんうん、あ、面白いですね。球面上こういう模様が動いたら面白いかなという感じで。面白いですね。あ、例えばあれもあるんですか。急に話脱線しちゃうな。なんだっけ、双極、双極面でしたっけ、ハイポーラー、あ、ダイポーラー。そっちは難しそうだなという。ああ、そうですか。双極平面ですかね。あ、双極平面か。あ、違うな。なんとかの円盤。ああ、ポアンカレ。あ、ポアンカレの円盤もできるんですかね。うん、ポアンカレの円盤っていうのは、あ、だからやっぱ双極方面のやつですね。あ、うん、あの円に円、円の中に円弧がいっぱいあって、これが直線だよって言い張ってる。話が脱線しすぎたので、まあそれはまた後ほどでいい。あ、エッシャーっぽいやつですね。エッシャーっぽいやつ、エッシャーのコウモリとかに行くほどちっちゃくなってるやつ。あ、それね、それね、 あれね、あれもやってみたいですね、そういうのも。あ、なるほど。あ、面白いですね。そしてなんか応用が簡単風でいいですね。あ、そうですね、一回作ったのを再利用がしやすいですね。なるほどね。あとよく使う機能をまとめて、あの一つのコンポーネントにしちゃって再利用とかもできるので、うん、まあ、なるほどね、それはだいぶいいですね。はい、あ、なんか楽しげだな。なんか どうもこういうこういうやつは なんとなく気持ち否定的だったんですけど、まあ、説明を聞くと、あの、ずいぶん良さげに思いますね。あ、結構最初の壁さえ越えてしまえば、うん、楽しいですね。お、グラスホッパー、あ、ごめんなさい、あ、どうぞ。あ、いや、グラスホッパーとライノセラスで、どちらも有料になるんでしたっけ？ライノセラスが有料で、グラスホッパーはそれに付属してる感じですね。おまけと、はい、なるほど。このコンポーネントも自分でなんか定義をし直せるんですか？ってか、新しく生み出せるんですか？そうですね、組み合わせてコンポーネントを作るみたいなことができますね。あ、組み合わせてね。一からもできるんですか？なんかC シャープ使ってなんかできたような気がしますね。気がします。あ、プラグインみたいなね。あ、それでも結局何でもできますね、うん、はっきり言ってね。いろいろできそうですね。それはいいことですね。スクリプトっていうのがあって、おこれかな。あ、それでいいじゃないですか。C シャープ.net。C シャープは自分がいっぱい書いてはありますんでね。はい。だその辺も利用できるかもしれない。僕はその辺は触ったことがないけど。なるほどね。Python と Visual Basic と。あ、いや、うん、そうね。こうやって聞いてみると、だいぶ良さげな気がしてきました。まあ、わかんないことあったら、まあ、気軽に聞いていただければ。ああ、なるほどね。まず入手をするところから。うん、ね、なんかあれですね、体験版が2ヶ月か3ヶ月かであるんですもんね。そうです。それでだいぶいいですね。90日やったかな。ああ、うん、3ヶ月。だいぶいいですね。まあ、ぜひぜひ。はい、そうか、じゃあちょっと。うん、はい。
あ、どうぞ、喋りかけたことは言っちゃう。あ、いえいえ。はい、いいですか。じゃあ、ちょっと、はい、じゃあ、これはまたこれの、今お話しいただいた作品は、もしかすると出来上がったら、また紹介してもらうということで、よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。三好さんや僕らはこれを、はい、まあ生徒の気持ちでやってみるかってとこですね。はい、やってみようかな。まあ気軽にそのここをこう変えたらどうなるのみたいのを、はい、多分すぐこれつなぎ替えてできたりもするので、あ、そうですよね。そこのなんかその、はい、なんつうのソースファイルっていうか、そのプロジェクトファイルをもらえばいいんですね、きっとね。そうですね、はい、あとまあこうやっておしゃべりしながらもう変えられる、変えて観察したりとかも、それはだいぶいいですね、やりやすいかなと、うん、まあある程度そうだな、事前に言っといてもらえれば用意はできるかな。はい、じゃあまとめに参りますが、じゃあその作品の紹介はまた天童さんよろしくお願いしますということで、で今日のこの、じゃあ共有は切っちゃった方がいいかな。そうですかね。はい。ああ、そうですね。はい、あ、そっか、こっちか。パソコン2台かなってると、わけがわかんないなって。はい、切りました。はい。どうもありがとうございます。ということで。じゃあ、あ、三好さん何か。いや、あの、発展楽しみだなと思って。ああ、そうですね。はい。そうですね。基本的にはそれですね。はい。うん、では、じゃあ、今回はこれでおしまいということで、はい、チャンネル登録と、いいねボタンを押すのよろしくねということで。じゃあ、またよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではでは。